皆さんこんにちは、ケンです。今日はトップストーンカーボンレフティの手組みホイールのご紹介になります。今回なぜ手組みホイールを作ったかっていうところなんですけども、雑誌の取材でも答えてるんですけども、グラベルレースに今年は出たいなと思っております。ズバリ言うとですね、大滝のグラベル部門です。じゃあね、簡単に、ね、手組みホイールのパーツを紹介していきたいと思います。まずフロントのハブなんですけども、フロントハブは完成車の状態で28ホールのレフティハブ50っていうのがついていました。ハブについては、キャノンデル純正で行かなければいけないので、お世話になっている上萩サイクルさんの方にキャノンデルジャパンに問い合わせしていただいたところ、32ホールもあるよっていうふうに聞きました。まあ、強度を上げるっていう意味でも32ホールやってみようかなっていうことで32ホールを選びました。その単品ではどうもパーツとして売ってないらしくて、まあ、何かの完成車についてたやつだと思うんですけど、それを外した、まあ、いわゆる新古品みたいなもんですね、ものを買いました。まあ、結局スポークで引っ張っちゃうんで、あとは残っちゃうので、もうそこは全然気にしてないですね。で、販売店に聞くとレフティハブを発注する人って相当珍しいらしいです。なので、もしかしたらその補修パーツとして持ってないのかもしれないですね。次、リアハブですね。リアハブはホワイトインダストリーズっていうものになります。シマノのセンターロックに対応していて、アルミの削り出しボディ、そしてフリーボディはチタン素材でできてるっていうものになってます。カラーバリエーションもいっぱいあって、紫が第一候補だったんですけども、でメーカーさんに問い合わせたところ、あの紫は今ないよと。ホワイトインダストリーズは発注してから作るんですよ、ハブを。なので、もうそれこそ変な話3ヶ月と6ヶ月とかかかっちゃうかもしれないっていうことだったので、今在庫がある赤を、チョイスしました。で、リアハブはどうなんでしょうね。ラブにあたってクリスキングかホワイトインダストリーズかっていうところで迷ったんですけど、手組ホイールをまあ過去に何回も使ったことがあって、クリスキングを使ってる仲間からの助言により、まあ、今回とりあえずホワイトインダストリーズを選んだというような感じですね。次、リムですね。リムは結構重要になってくるところで、リムを選択するにあたってカーボンかアルミかっていうところで迷うと思うんですけども、まあ、目標が大滝のレースですので、大滝のレースってやっぱり完走車から聞くと岩を走るっぽいんですよ。砂利とか今までの林道とかそういうレベルじゃないらしいです。ですのでリムはまずそこでアルミになりました。で、当然チューブレスが絶対にいいので、チューブレス対応のもの で大滝がだいたい確か 47C までっていう規定があるんです。タイヤの太さがですね、グラベル部門の規定ですよ、これは。なので、その 47C にぴったりのリム幅のものを次選ぶっていうところになってきます。こちらのトップストーンカーボンは 27.5 っていう 650B っていうサイズなので結構限られてくるんですけども、その中でアレックスリムっていう値段の割に結構軽いリムを作ってるなっていう印象でした。まあ、コスパいいかなと思いまして、今回、まあ、初のね手組みホイールっていうこともあって冒険しなかったんですけども、買ったのがですね、軽量マウンテンバイク用リムですね。これトレイル用って書いてあります。ボレ 2.3 っていうのかな、ボレ 2.3 っていうやつですね。内幅が 23mm っていう風に結構広いです。で、ステンレスのシングルアイレットっていうのがついてまして、これがあることによってプレが出にくくなってます。ニップルをしっかり保持してくれるって感じですね。で、もちろんチューブレスレディになってます。リムとハブが決まったら、あとはスポーク調を計算するだけなんですけども、まあ、ここだいぶ苦労しましたね。特にレフティハブの測定の仕方が全然わからなくて、今ちょっとこれお見せしますけど、結構何回か計算して、まあ、大体こんな数字になったわけですね。これを見てるほとんどの方はプロショップとかに任せると思うんですけども、多分キャノンデールの取扱店であればレフティハブの寸法の測り方だったりとか、もしかしたらその寸法図も持ってるかもしれませんね。で、私の場合は例えばロックナット間距離とか、あれ全然マジで分かんないんで、例えばレフティの右の方は0にしたりとか計算して、スポーク調を決めました。で、スポークはそんな高いの買ってないです。もう普通のスポーク買いましたね。ただし今までが14番っていう
まあ、2.0 ミリの太さの僕がついてたんですけども、今回まあ32ホールにもなるし、あと少しでもちょっとまあ軽量化したいっていうのもあって、15番っていう細め 1.8 ミリのスポークを採用しました。ピラースポークっていうのを選びました。手組みした感出したかったんで今回はシルバーを採用してます。他にもねチタンスポークとかいろいろあったんですけど、めちゃくちゃ高いっすよ。ニップルは CN スポークっていうメーカーのアルミ製のニップルですね。こちらの紫を選びました。はい、では重量の発表です。タイヤもチューブレステープもついてない状態の重量なんですけども、フロントが 750g、 リアが 900g、 前後セットで 1650g というふうになりました。で、今完成車のもともとついたホイールの重量は測ってないんですけど、まあ、これより重いのは間違いないと思います。まあ、目標がだいたい1600切るか切らないかぐらいだったんですけど、まあ、リムとかスポークに特にお金はかけなかったので、そこまで軽量化はできてないですね。リムの内幅をもうちょっと狭いやつにしたり、あとはまあスポーク数ですね、完成車と同じように28ホールのハブとかを買って組めば多分1500台は簡単にいくとは思います。お値段を発表します。手組みホイールするといくら、もちろん工賃はただなので物代だけ発表します。ここからは税込みのお値段を順番に言っていきます。まずレフティハブですね、32ホール、これが11,000円、リアハブ61,050円で、スポークとニップル、こちらは合わせて出しますね。スポークとニップル合わせて7678円で、合計が95,128円となっております。自分の中で勝手にですけど10万ぐらいで組めればいいなと思ってたんで、金額については満足してます。で、自分の作業費0円なんですけど、結構やっぱでも調べたりとか勉強したりとか組む練習したりとか結構工数はかかってます。 FT ハブを組むにあたって大変だった点をちょっとお話しするんですけども、まずフロントが専用工具いります。もう本当に見た感じで分かると思うんですけど、どうやってフレート台に乗せるのって感じだと思いますが、こちらの工具ですね、キャノンデール純正のレフティのセンター出し工具なんですけども、これがないとまず組めないです。まあ、これが1点と、でリアハブ、リアハブは新車紹介の時にお話ししているようにオフセットしてるんですよ。ただの、まあ、センターを出すだけだったらすごい簡単だったんですけども、まあ、ずらさなきゃいけないんで、もうつけたり外したりの繰り返しですね。ネットとか見るとちょっと情報があって、12ミリずらせればいいみたいな感じに書いてあるんですけど、その情報は実際ほぼほぼ合ってます。ただほぼほぼですね、実際私目視で、フレトリス、まあ、片方フレトリする、片方フレトリするした後外してつける、もうだんだん細かく何回もつけたり外したりして調整してるんですけども、まあ、その方が確実ですよね。ホイール組だったらこんなことしないですけどね。まあ、とにかく AI オフセットの手組みもそこそこ大変でした。で、思ったのが、普通のスポーク調計算で出したので、 AI オフセットの部分に関してはここを長くしときゃよかったなとか、短くしときゃよかったかなとか、思うところはあります。テンションメーターで測って、完成車ホイールより多少まあテンション高めで組んでますんで、まあ大丈夫でしょうっていう感じです。はい、ということで新車購入してから7ヶ月かかったんですけども、DI2 化も終わったし、手組みホイールもできたし、もう多分 AI オフセットとレフティの手組みホイールができたんで、あとはもう何でも簡単に覚えるだろうなって今自分の中で思ってます。いやー、トップストーンで相当勉強しましたね。このトップストーンカーボンレフティの手組みホイール作成を、自分でやるのはお金もかかるし、専用工具もいるし、ちょっとやっぱり難易度高いかなって思いましたんで、おすすめはしないですが、まあ、いわゆる普通のねセンター出せば OK みたいな、理論に基づいて、まあ、同じことを正確にやれば組めるっていうような手組みホイールだったら、非常に多分自分でやると満足度も高いし、安く済むし、見た目も自分の好きな通りにできるので、手組みホイールおすすめです。よかったらチャレンジしてみてください。私もね、今回の経験を生かして今後は手組みホイールばっかり組んでいこうかなって思ってます。皆さんもよかったらチャレンジしてみてください。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。